今回は三井住友 DS アセットマネジメントの宗政さんに知っておきたいお金の話というテーマでお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますお願いしますえではまずこちらなんですけれども三、はい、大費用人生の三大費用ですねはい、えー やはりそのよくお金の話って目を背けがちですよね、はい、話しづらい部分もあったりしますよねそうなんです、はい、しかもそれが大金となるとそうですよねでも今日はもう真正面からね向き合いたくないですけどね<っ>ちょっとちゃんと見ていこうと思いますよろしくお願いします、はい、でこの中3つということなんですけれども、うん、思ったのが<っ>結婚住宅老後でしょうか正解では正解も入ってるんですけどはい 残念ながら二つしかあってないですね。じゃあ答えをお願いします。答えはこちらです。はい。住宅資金と教育資金と老後資金。はい。まあ先ほどの問題はあのすべてあのお金はかかるんですけれども。そうですね。六つともそうですよね。そうなんです。その中でもあえてトップ三というとこちらになるんですね。はい。まあそれぞれその対金がかかりますので資産形成の期間もある程度必要ということになります。そうですよね。 そしてここで問題なのは、はい、必要金額を認識しているのかしていないのかどれもほぼ半々なんですね、はい、えしていない人っていうのが半数いらっしゃいます、うんはい、そして認識していないがゆえにですね資金計画も立てていない、うん、え人生の三大費用の計画を立てていない,、えー、いや認識していないとやはりね立てられないですからもうどんどん。 ね、なんか難しいものになってきますよね。そうなんです。うん、あの認識する時期が早ければ早いほどいいわけですね。そうですよね。はい、私も認識していませんでした。ね、はい。今日良かったです。<laughs> よろしくお願いします。いいすそうですよね。はい、ではその三大費用について一つずつ詳しくお話しいただきたいんですけれども、まずこちらの住宅の方からお願いいたします。はい、えー。新築と 中古戸建てもマンションもそれぞれありますが、えーまあ、新築が高いっていうのは皆さん、ご存知だと思いますよね。はい、ただちょっと意外感持たれるのかもしれませんがあの購入の諸費用ですね、はいえー、購入時の諸費用これ中古の方が新築よよりも高いんですよこれ、どういうことですか これ中古の場合には不動産会社の,その仲介取引を得て購入するケースが多いんですね。ですのであの仲介費用がまずかかりますとうーんなるほど、はい、あとは中古の場合にはあのメンテナンスをするケースというのが非常に多いんですね。そうですねですので購入時費用というのは中古の方が平均的に見ると高いとそそれででうういいことになるんですねはいはい、住宅を購入するときにはとにかく購入時費用まで考えることが必要になってきますね。うーん でもま右の部分になるんですけれどもマイホームと賃貸とどっちがいいんですか。えこれあのどちらが得なんだろう。そうそうですそうです。ですあのマイホーム購入された方もご経験があると思うんですよね。そういうふうにこう悩まれた。うんねはい、実はこれ金額から言うと大きな差はないんですね。えー、そうなんですか。はい。はい、やはり経済合理性が働いてると思うんですね。そこにはえそこから賃料を引き直しているとか。はいえ とということででほぼ金額的には同じなんです、はい、ただ資産形成の観点から問題なのは、ええ、マイホームを購入する場合には、はい、あの購入してすぐその住宅ローンを組んで、ええ、働いてる現役の世代からずっと返していくとう、ね、いうことですよね、はい、そしてリタイアするる頃にはてて返し終わってる、ええ、一方その賃料の方は、うん、これはもう最初から最後までずっと同じ賃料を払い続けるわけですね。はい、はい 従いまして、ここで重要なこと。はい、マイホームを購入する場合には、人生の前半にお金がかかります。なるほど。はい。そして、賃料でずっと暮らしていく場合には、人生の後半にお金がかかりますうん。そうなると。しっかり貯めていないと、後半に、あの。収入が減った、なくなった時には。 それが支払えなくなるということですよね。そうなんですね。はいはい、つまり自分の生活設計の中で、人生設計の中でどちらにお金をかけることができるのかっていう見極めがまず一つ必要なんですね。なるほど。もう今この時点でそう打って苦しくなってきたんですけれどもね。はい。じゃあ次に進めてまいります。次に三大費用のうちのもう一つ教育こちらはどうでしょうか。はい、えー。幼稚園からですね、大学まですべて公立に通った場合ですね。えーえー、あのー。 お子さんお一人で805万円かかりますと、はいええ、まあこれはこれで結構な大金なんですけれどもそうですべ、ね、て私立の場合、はい、およそですねその3倍かかります、はあ、2314万円だいぶ違いますね違いますようんお子さんお二人の場合には5000万弱かかりますから かなりの大金ですよね。ええ、そうなんですよね。そして、あの子供の教育費というのは。ええ、学校や幼稚園に支払うだけではないですよね。塾でしたり。ええ、お稽古ことでしたり。そうなんです,ですよね、ええ。あとはレクリエーションの費用などですね。いろいろあります。はい。まあ、それも合わせて考える必要があるというのがこちらなんですね。なるほど。でも。効率にしても結構な金額。ですよね。そうなんですよね。ええええ ずっと孤立に,かせるに通わせるにしてもやはりそれなりにやっぱり資産形成必要になってくるということ、はい、ではもう一つ老後なんですけれどもこちらのお話もお願いできますか、はいえー、まずですねもう具体的な金額からズバリいきますと、はいえー、ご夫婦お二人の場合ですね、うんえー、老後の最低日常生活費は20万円毎月。はい、うーん ただ、最低な生活ってもう食べて、ええ、まあ飲み食いして寝るて、衣食住が足りて,て、ねええ、最低限足りて毎月20万ですね、ただ、そんな生活はちょっとこう、寂ししったりしますすよよねねそうですよ、ねええ、やっぱり生きてる上でで、すねたまには旅行に行ったり、うん、あとは趣味や娯楽。ええ、お買い物したり、ええええ そうですね,ですねえ深めたりあとは人とのお付き合いなんかもやっぱり絶やさないようにしたいですよね、えー、そうですねお食事行ったりもします,しますよねそうなんです、はい、でそこまで含めるとえご夫婦お二人で毎月34.9万円かかるわけですこれ老後ということはもちろん収入がなくなってる状況ですよね、はいまあ、例えば年金とか、うんえー、あとはそれまでの蓄え取り崩したりっていうケースはあると思うんですけれども、まあ、34.9万円かかりますということですね そして平均家賃分所得が十七点七万円というのが今の世の中の現状なんですね。はい、そうなると毎月十七点二万円赤字。どうやって言ったらいいんですか、ええ、<laughs> 本当にあのだん,だんそういう話に近づいていますから。ええ、はい。これ平均家賃分所得と赤字の額はほぼ一緒なんですよ。ですよね。ええ、じゃあどん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 赤字が膨らんでいくばっかりじゃないですか。そうなんです、えええ。そこを何とか考えましょうっていうのが今日のお話なんですね。はいはい。はいはい そしてこちらなんですけれども長生きリスク今人生100年時代とも言われてるんですけれどももう長生きするに連れてリスクは高くなるってことなんでしょうかそうですね、うん、これ一昔前ですといや長生きがリスクだなんて話をするとですね、うん、まあ祖父母なんかから怒られましたよねそうですよね、えー、言いづらいですよねそうなんです <laughs> ただ今はもうこれをですね真正面から見ていくと、うんえー、お金がないと長生きすること自体がリスクですよと、うん もう本当苦しいですね、えー、それでこちらがあの昭和30年、はい、え男性の平均寿命が63.6歳、はい、女性が67.75歳ですね昭和30年から60年後の平成27年、はい、男性が80歳を超えました平均寿命が、えー、女性は87.05歳ということで 女性また、ね、長生きですね。えー、でもまあ女性はもういつの時代も強いんですよね。<laughs> そうですね、このグラフ見てもそうですよね。はい、あのよくご夫婦で、うん、あの男性の方がですね。先に旅立たれてしまうと、亡くなられると。えーえー、女性の方の寿命は伸びるんですね。これデータありますから。なん、うん、でしょうね、えー。で、男性の方は逆に女性の方が先に亡くなられると、えー、しょんぼりしてしまう。 って聞きますよねもうやっぱり女性強いんですよいつの時代もそうですね私もそうかもしれない。いやもう絶対でしょうねそうですねでもね生きていくためにはやっぱりお金も必要なんですよね必要なんですそればっかり気になります今そして2050年になるとなんと平均寿命これが男性は84.02歳女性は90.40歳まで伸びるいや本当に長生きですねそして どんなこの後はリスクが来るんですかこれはのお金を貯めてないと生活できないというリスクが来るんですけれども、ねはいはい、今ここで寿命を確認している一つの,、はい、あの理由としまして、えー、資産形成というのは、はい、あの何のために資産形成をするかそれからそれにはいくら金額がかかるのか、えーえー、あともう一つ重要なことが、はい、どれくらいの期間かけて資産形成をするのかということなんですね。 目の当たりにしたくないけど知っておかなくてはいけないことですよねそうなんですんその時にこの平均寿命を把握するっていうのがあの大事なことなんですね例えば資産形成の目的をその老後資金ということにする場合に、はい、あと私は何年生きるんだろうとえ何年間に資産形成ができるんだろうとこれが大事なわけです資産形成しなくてはいけないんだろうという形ですねいけ,い,いけないんですね <laughs> うんうここまで耳が痛いんですけれども では次にこちらをご覧いただきたいんですがそして将来実際かかるお金はどうやって作っていったらいいんでしょうかはいですよね。ねまあ、今ここ4つ挙げてますけど坂さんは、えー、私はもううんもうひたすら節約ですかね。ね節約ですかまただ節約はその資産形成をして増やすというよりは出を抑えるだけっていうことになりますよね。うん そういう意味では預貯金も今、ゼロ金利の時代ですからえほとんど増えませんのでこれもまあ出を抑えるぐらいの意味しかないですよね。そして自分が働くというのはこれはまあ一番いいと思いますね。あの働けるうちは働くこれは健康のためにもいいですし、えー、あと世の中とのつながりを維持するというえ一つ大きな意義がありますね。それから不動産を貸す これ不動産持ってもないけど買つことはできないですね。これはどうしたらいいんですか。あのよくこういう話をするとですね。あの今久坂さんがおっしゃったように私不動産持ってないというお答えいただくんですが、あの多くの方が相続のタイミングで不動産が入ってくることがあるんですよ。そうですね。はいはい。そしてあの資産形成っていうのは長い期間にわたってこう考えなくてはいけません。なのであのあれ私って 相続受けるる可能性があるなと、うん、そうなるとあの不動産とあの不動産が入ってくるなと賃料はこれくらいかなっていうぐらいまで考えておく必要はあるんですよこれはなるほど、はい、それを考慮してかやってもいいってことですね,そうですねじゃあこれは全部正解ということですねまあそうですねただ節約と預貯金は今の時代だとちょっとあのそうなんですあんまり有効ではないということですね,ですねはい。 そしてじゃあこちらをご覧いただきたいんですけれども新しい選択肢もぜひ教えてください。ええ、はい。まあ資産形成というのは、ええ、あの言い換えるとお金に働いてもらうと。うんええ、お金にどん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 自分で働いてもらって、はい、あのどん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 増えてもらうと。ええ、こういう考え方なんですね。それは理想ですよね。ええ、はい、そうなんです、うん。いいなと思います。はい、そのためには、はい、あの投資対象が必要になります。なるほど。はい。 そして今、あのー、この日本国内には金融商品として株式、はい、それから債券、投資信託、あとは不動産、うん、それからゴールド、金ですね、はい、あとは FX なんかもあります。うん、ただ、資産形成というのは、やはりその適正なリスク分散がされていることが必要なわけですね。そして、よくこのコーナーでもお伝えしているんですが、はい、そのリスク分散で有効的な手段、はい、これ、長期投資。 それから分散投資、あとは積み立て投資があります、はい、この3つを兼ね備えているのが投資信託なんですねで。こちらの表を見ますと、はい、全部丸というのが、この赤枠で囲っていただいた投資信託、どんな投資信託がいいんですか、教えてもらえますか。え はい、あのそれ私このコーナーで今までずっと一つ一つお教えしてきたつもりなんですけど <laughs> そうですねそうでしたね、はい、過去の VTR をちょっと遡ってそうです、ね、勉強し直さなくちゃいけないですね必要ですねじゃあこの,このコーナーでやはりすべて宗正さんからお金の大切さを教えていただいて資産運用の仕方も教えてもらってるということですよねそうですそうです、えーはい、そして投資委託のののもうう一つの良さというのは、はい あの専門知識はあまり必要としないんですね。そうなんですか。<え>はい、お客様からのご資金をお預かりして、ええ、そしてそれを一つのあの塊、ファンドにして、うんええ、プロのあの運用担当者が運用します。はい、投資対象というのはあの世界中の株式市場、債券市場、リート市場、うん、これ全部含んでますから、はい、個人の方が運用するとなるとですね、あの寝る時間も必要ですし。うん 働く時間も必要ですし、遊ぶ時間も必要ですよね。そうなるとあの実際に無理なんですね。なるほど、そうですね。そういった観点からも投資信託っていうのはおすすめです。はい。じゃ今後ともいいものたくさん教えてください。引き続き、そしてお金の大切さもまたあの勉強会という形で教えていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。そうですさんには特別。ありがとうございます。来年でもってわけじゃないですから。じゃこのコーナーでぜひお願いします。このコーナーをご覧の皆様にも。 特別にはい、はい、ありがとうございます今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたえ今回は知っておきたいお金の話というテーマで三井住友 DS アセットマネジメントの宗政さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました